34年ぶりの音楽革命。ナンバーアンダーライン愛がゴールデンタイムに登場。未来のアイドル登場。日本テレビの新音楽番組が驚愕の初出演。こんにちは、皆さん。今日は日本テレビが34年ぶりにゴールデンタイムに音楽番組を復活させるという大ニュースをお届けします。この新しい音楽番組、w i ミ m u s i c で。 話題のバーチャルアイドルグループナンバーアンダーラインアイが民放初出演を果たすことになりました。これは単なる一つのニュースではなく、日本のエンターテインメント業界における大きな転換点を示しています。まず、この出来事がなぜ重要なのかを考えてみましょう。日本テレビが音楽番組をゴールデンタイムに放送するのは実に34年ぶりです。 これは1980年代から1990年代にかけて、音楽番組がテレビの黄金時代を築いた時代を思い出させます。当時の代表的な音楽番組といえば、ザベスト10やトップ10が挙げられます。これらの番組は多くの視聴者に愛され、毎週楽しみにされていました。しかし、その後、バラエティ番組やドラマが主流となり、音楽番組は徐々に姿を消していきました。 最近では音楽番組の需要が再び高まってきています。特に若い世代の間で YouTube やストリーミングサービスを通じて音楽を楽しむ文化が根付いています。これによりテレビ局も音楽番組の再評価を始めるようになりました。ウィズミュージックの復活はまさにその象徴的な出来事と言えるでしょう。そしてこのタイミングで No.1 I が出演することは 非常に戦略的な決断です。ナンバーアンダーラインアイはバーチャルアイドルとして登場し、その斬新なコンセプトと高いパフォーマンス力で急速に人気を集めました。彼らの登場は従来のアイドル像を覆し、新しいエンターテインメントの形を提示しました。実際、ナンバーアンダーラインアイの成功はデジタル技術の進化と相まって、 バーチャルアイドルという新しいジャンルを確立させる大きな一歩となりました。ここで一つ考えてみたいのは、なぜ日本テレビがこのタイミングで音楽番組を復活させ、さらにナンバーアンダーライン愛を起用したのかということです。一つの理由として、視聴者の多様化があります。今日の視聴者は、テレビだけでなく、スマートフォンやタブレットなどのデバイスを通じてコンテンツを消費しています。これにより、 テレビ局は視聴者を引きつけるために新しい試みを行う必要があります。バーチャルアイドルという新しい形態のエンターテインメントはその一つの答えと言えるでしょう。また今回のウィズミュージックの復活は日本テレビだけでなく他のテレビ局にも大きな影響を与えると考えられます。例えば TBS のカウントダウンテレビやテレビ朝日のミュージックステーションなど既存の音楽番組も 新たな戦略を模索する必要が出てくるでしょう。特に、バーチャルアイドルのような新しいアーティストをどのように取り入れるかが今後の課題となります。ナンバーアンダーラインアイの初出演は、他のアーティストやプロデューサーにも大きな影響を与えるでしょう。これまでのテレビ業界では、ジャニーズ事務所や AKB48 など、特定の芸能事務所が強い影響力を持っていました。しかし、 バーチャルアイドルの登場により、そのバランスが崩れつつあります。デジタル技術を駆使した新しい形態のエンターテインメントが主流になりつつある中で、伝統的な芸能事務所も新しいアプローチを求められるでしょう。さらに、今回のウィズミュージックの成功は、音楽番組の未来に対する期待を高めます。特に注目すべきは、どのようにして視聴者を引きつけ、維持するかという点です。 これまでの音楽番組はアーティストのパフォーマンスを中心に構成されていましたが今後は視聴者参加型のコンテンツや SNS との連携が重要になるでしょう例えばリアルタイムでの投票やコメント機能を活用することで視聴者がより積極的に番組に参加できるようになりますまた YouTube や他のストリーミングサービスとの連携も重要なポイントです多くの若い視聴者は テレビよりもインターネットを通じてコンテンツを楽しんでいます。これに対応するために、テレビ番組もインターネット上での展開を強化する必要があります。例えば、With Music のパフォーマンスを YouTube で配信し、国内外の視聴者に届けることが考えられます。これにより、日本のアーティストが国際的に認知されるチャンスも増えるでしょう。今回の音楽番組 With Music の成功は、 単なる一つの番組の話にとどまらず、音楽業界全体に広がる大きな波紋を呼び起こす可能性があります。特にバーチャルアイドルの登場は、音楽業界において新たなビジネスモデルやマーケティング手法を模索するきっかけとなります。これまでの音楽業界は、リアルなライブパフォーマンスや CD 販売が中心でしたが、デジタル時代においては、これらの手法だけでは不十分であることが明らかになっています。 バーチャルアイドルの利点の一つは、物理的な制約を受けずに、世界中の視聴者にリーチできる点です。ナンバーアンダーラインアイのようなバーチャルアーティストは、インターネットを通じてライブストリーミングを行い、世界中のファンとリアルタイムで交流することが可能です。これにより、日本国内だけでなく、海外のファンにもアプローチできるようになります。特に、K、K-POP の成功を見ればわかるように、 音楽は国境を越えて広がる力を持っています。日本のバーチャルアイドルも同様に国際的な成功を収める可能性が十分にあります。また、バーチャルアイドルの存在は従来のアイドルやアーティストにも刺激を与えるでしょう。デジタル技術を活用することで新しい表現方法やパフォーマンスのスタイルを開発することが求められます。例えば AR、拡張現実や VR、 仮想現実を使ったライブパフォーマンスは視聴者にとって全く新しい体験を提供することができます。これにより従来のライブイベントとは異なる魅力を持つデジタルコンテンツが増え音楽業界全体の活性化につながるでしょう。さらにバーチャルアイドルの成功は音楽業界だけでなくエンターテインメント全般に影響を与える可能性があります。例えば映画やアニメ、ゲームなど 様々な分野でバーチャルキャラクターが活躍する未来が考えられます。これにより、異なるメディア間でのコラボレーションが進み、新しいエンターテインメントの形が生まれるでしょう。バーチャルアイドルが主役の映画や、彼らが登場するゲームなど、多くのクロスメディア展開が期待されます。また、視聴者とのインタラクティブな体験も重要なポイントです。ナンバーアンダーライン愛のようなバーチャルアイドルは、 SNS やストリーミングプラットフォームを通じてファンと直接交流することができます。これにより、ファンはより近くでアーティストを感じることができ、強い絆を築くことができます。さらに、ファンのフィードバックをリアルタイムで受け取ることができるため、アーティスト側もその意見を取り入れてパフォーマンスやコンテンツを改善していくことが可能です。このように、バーチャルアイドルは、 エンターテインメント業界における新しい波を作り出していますが、その背景には高度な技術力が存在しています。3D モデリング、モーションキャプチャー、AI 技術など、多くの先端技術が融合して初めて実現可能なものです。これらの技術の進化は、今後さらに驚くべきエンターテインメント体験を提供するでしょう。最後に、今回の w i ミ m u s i c の成功は、 音楽番組の未来を考える上で重要な示唆を与えてくれます。視聴者のニーズが多様化する中で、テレビ局は新しい挑戦を続けなければなりません。バーチャルアイドルの起用やデジタル技術の活用は、その一つの答えです。しかし、それだけではなく、視聴者とのインタラクティブな体験を提供することや、異なるメディアとの連携を強化することも重要です。 これにより、音楽番組はさらに進化し、視聴者を魅了し続けることができるでしょう。